アスレチックス・エンゼルス、1日、日本時間4月2日、オークランド湖。ロシアム・エンゼルス・大谷翔平投手、23、が歴史に残る勝利を挙げた。打者出場した3月29日、日本時間30日、の開幕戦に続き、今度は投手デビュー。2回にスライダーを左中間に運ばれる3弾を浴びたが、以降は無安打に抑え、6回3安打3失点で初登板初勝利を挙げた。最速は99から6マイル、約160キロ。個人的にも勝って良かったですし、勝ち越して次のカードに行けるので、チームとしてもすごい良かったんじゃないかなと思います、と振り返った。開幕戦に打者でスタメン出場した選手が、10日以内に先発マウンドに植え、ガルノは、1919年のベーブ・ルース以来、当時レッドソックス、日本で確立した、二刀流、のまま海を渡り、この日投打でスタートを切ったこと、に、ここまで来たんだなというよりは、始まったなっていう感じの方が強い。次回に向けてしっかり取り組みたいなと思います、と先を見据えていた。